ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、青は愛より茹でて愛より青し。青色の染料は愛を原料としながら愛よりも青くなる。弟子が師匠よりも優れた人物になることの例え。この後、氷は水これをなして水より寒し、と続きます。本来は、学問を中断しなければ優れた成果が上がるので、ここで終わりという制限をかけて努力をやめてはいけないよ、という、学問の重要性を説く文章で使われていた言葉です。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。The scholar may wower the master. 今日のチェックポイント。Scholar 学生、生徒。ただし、一般的には自然科学分野の学者という意味で使われる場合が多いです。Master 師匠、親方。Wower スコットランド語で〇〇より勝る、優れているという意味になります。May 〇〇かもしれないという推量を表す助動詞です。英語の勉強に終わりはないわ。そして、アリサは師匠を超えるのよ。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!